はいどうもカーパー長ですじゃあね、次もね、えー、この動画も、えー、自民党、次のなんか次期総理とかなんかそういう話ですかね、またこの自民党を支持している人たちの、ね、だから岸田総理じゃなきゃだめなんだみたいな話ですかね、一応誤解のないようにお願いしておきますけど、僕は別に自民党だけをどうにかし,しようとかって言ってるんじゃなくて、ね、反日売国税を一掃したいんですよ。 うん、反日売国税を、ね、もうそ,の都度その都度その都度ですよ。ね、こっちの反日売国税は取っておいてそれよりもあっちの反日売国税を先にとかそういうのいらないんであ僕の考えではですねやれるときに徹底的に反日売国税をその都度その都度ね消していくだ今ほらいいチャンスだと思うんですよね、うん、この仏壇壺みみと壊滅させるのに、ね、でもなんかそれ嫌だっていう人が。 まあやっぱ普通にいてねなんか話合わねえな,いなーってとこですけどもん仏壇移民党が存続し続けることで我々日本国民にとって何のリターンがあるんですかね,ね仏壇移民党さんに政権与党をや,ってやり続けてもらわないと困ることって何,何があるんですか同じように反日売国勢ですかねねえうん まあい,いやとりあえず、まあ、こ,これはこれで記事がいくつもあるんですけども例えば、また石破さんそうやっぱりこのね、迷った連中ってこの石破さんをどうにかして総理にしたいっていうそういうあれなんですよね <laughs> 今さらねえだろだってで、まあ、なんかある番組に出演してねこの自民党のこの裏金、ね、キックバック問題ですよね石破さんがねこんな風に言っててよく知らないけど あるんでしょうねだって何言ってんだこいつ <laughs> 本当に知らねえんだったら誰にもこの仲間がいなくて、ね、知らされてなかったっつうだけでそういう可能性はあると思うけどなんで他人事なんですかねえ要はこんななんかとぼけたことえじゃ仮にですけど、ね、この反日売国勢パヨった連中マスゴミなんかイチオシの、ね、石破総理誕生したとしましょう仮にねうん えこんなこと言ってる人が総理になって日本よくなるわけがないじゃんね、うんまあとりあえずね、うん、話半分にもならないなもう100分の1ぐらいで聞いといてねまあ石破さんだってそもそもがね石破さんがこの次期総裁、ね、次期総理大臣としてね 最もしそうまた今回もこのなんちゃって世論調査調べですけど1位、一石破さんですからね <laughs> へえそんなにも日本潰したいんですかねっていうそんな気にしかならないですけどで、まあ、なんかよくわかんないですけどこの岸田政権じゃなきゃならない理由だって岸田政権があもう持たなくなった場合安倍路線の終焉になるけどお前らそれでいいのかって。 いつまでなんかこのね、つぼい民党、つぼい民党ね、このなんか腐し続けるんだと。いいか減にしろ、カッパーって。なんか僕が怒られた金には別にならないですけど。ははははは。こちら真面目に政治系やってるわけでもねえし、ね、茶化してなんぼだっつうの。うん。まあ、嘘はついてないですけどね。政治や連中は嘘ばっかついてますけど、僕は嘘はついてないんで、間違えることはしょっちゅうありますけどね。うん。でね、そもそも岸田さん、安倍路線じゃないじゃん。 って思うんですけどえ安倍路線なのえこあんな不法滞在合法化しておいてえ ?LGBT とかあったじゃん。うん。ねねこのスワップだなんだって、やりたい放題、ね、このくれてやっといてさ。まあ、岸田政権、ね、自民党でこの岸田政権をしてる人たち、まあ、たくさんいらっしゃいますけどね。 まあその人たちが言うには、ねえー、なぜ岸田政権じゃなきゃ、岸田総理を応援しなきゃダメなのかっていうことを、なんか、今さら言い出してるんですけども、ただ、なんかその人たちが言うには、このままじゃ石破政権になっちゃうんだぞ、いいのかって言ってるんですよね。まあ、岸田内閣が倒れたら、えー、ただ、この菅さん、二階さんは、石破さんを押すだろうと。あとね、また別な人も、えー、それに対抗して、 えーまあ、菅さん、二階さんが石破さんだとで、岸田さん、茂木さん、麻生さんなんかは上川さんを擁立するっていう、そういうことを言ってる人もいるんですよね、うん、だからまあ岸田さんじゃなきゃだめなんだと、いやもう自民党がだめじゃん、ね、だからもう自民党だめっていう判断は、まあ、僕の中ではもうそうそう覆んないですけどね、うん、だって、 ね、今のまま、じゃあ、そうだな、まあ、確かに石破さんはないでしょう。ね、じゃあ、他のの、ね、誰かが、まあ、岸田さんとか菅さんとか麻生さんとか、別に二階さんでも誰でもいいんですけども、ね、誰推しの誰が総裁になって、ねまあ、総理が誰で、ねこの,他の大臣がじゃあこ,のこ,のこの人、この人、この人ってなって、ねうん、えなんか変わるんですか 微妙にの,こうなんかこの強調する吐くセリフが変わるだけなんじゃないのどうせうん,なんかそんな気がしますけどねあもう仏壇壺移民党さんの役目はもう終えたんじゃないんですかね中にはなんかこの志のある人ねいらっしゃるかもしれませんでもその人たちにね仕事する場を だって与えないんでしょ仏壇、坪移民党さん、党としては。うん。じゃあ、だめじゃん、結局は。だから、片っ端から、もうね、もうこの際、ね、じゃあもう、まずはもう、ここをばらしますよと。ね、じゃあ次はそうか、公明ですよと、ね。じゃあ次は他の野党もねもう、もう根こそぎですよ。片っ端から。本当だったら、それをやるべきだと思いますよ。 じゃあもういっそのこと、ね、もう与党も野党も関係なく、ね、バッチつけてる国会議員の先生という先生はもう片っ端から一人ずつ、ね、ぜそれこそ全部チェックだからもうことごとく弾いていく順番に、うん、でそれぐらいやってもいいと思いますけどね、うん、だから自民党がいいとか悪いとかじゃないですよね。 今の国会議員、ね、うん、政治家連中を僕はもう片付けたいんですよね。邪魔なんで。がまさに百害あって一理なしなんで。ね、前も言ったと思いますけど、この、なんだ毒くわバじゃないや。なんだっけ、清濁合わせのみでしたっけ。ね、うん、今の政治家連中には、ね、それやれる人なんかいないじゃん。だって。ね、毒されたら毒されたまんま転落するアホしかいないじゃん、どうせ。うん。って思いますけどね。 しまいには、なんかこうね、エジロー君が官房長官みたいな、何言ってんの、<laughs> 石破総理、ね、小泉官房長官、あーまあなんか、あの磯子さんとはいい勝負かもしれないですね、<laughs> このままではまずいかもしれない、なぜなら、このままではまずいと思うからみたいな。 なんか、おわちゃわちゃや,やらかしとくに、ね、は、なんかこうね、うん、ちょうどいいのかもしれないけどさ。うん、まあ、もうね、この辺で、もう徹底的にばらして、葬り去ってもいいと思いますけどね。うん。ちったらなんか危機感持つんじゃないのバッチつけて国会議員を語る人たちも。うん。ね、政権与党だって。ね、えどうだ自民党なんだぞって。ね、自公連立なんだぞって。誰も叶わないんだぞって。 ふんずり返ってたやからちょっとビビらしてやるぐらいのさショッキングな出来事が必要だと思いますけどね。うん。はい。というわけで今回は以上です。